30節、愛媛とヴェルディの第2ラウンドをお楽しみいただきます。好調の前線3人の活躍で4連勝となるでしょうか。ヴェルディがアウェー愛媛に乗り込んできました。ローラス・ビエラは左に流れています。中にアラン・ピニエロ、前回対戦で2ゴールミドルシュートを早く持ってきました。よく触ったパクソンスです。最初のシュートはドーグラス・ピエラ、流れをヴェルディが掴もうという最初の立ち上がり。パクソンス7分を回ったところ、そのまま狙ったか、ゴールの向こう側です。キャプテンマークをつけている岩谷翔太、まあ、その分今日かける思いは強いでしょうからね。安西君、アラン・ピネイロ素晴らしい、先制します。ヴェルディ先制、やはりこの強力な3人から先制点が生まれました。変えましたよね、はい、アラン・ピネイロはこれで13点目になります。30節、試合が動きます。ヴェルディが先制、どうしようと、はい、まあ、本当に連動した考え方でプレーしているというふうには感じますね。さあヴェルディにとっては理想的な追加点の時間ですが、ミドルシュート、安西、これがあるんですよね。安西和樹のミドルシュート、